山仲間の話。学生時代部活でキャンプしていた時のこと。そろそろ寝ようかと火の始末等を始めていると、下方より足音が上がってきた。やがて彼らの前に現れたのは、ごく普通の背格好をした男が一人。紺のスーツと革靴という、およそ深い山に似つかわしくない服装が奇妙だった。髪型は見事に七三分け、ご丁寧にブリーフケースまで下げている。男は彼らを見ると白い歯を見せて快活に話しかけてきた。すいません、私と同じ顔をした男性を見かけませんでしたか？その場にいた全員が何を聞かれたのか理解できず、歯という顔になる。見てませんが。ようよう部長がそう答えた。そうですか、それはどうもお騒がせしました。男は一礼すると頂上に向かい歩き出した。早い。山に慣れた彼らが思わず感心するほどの健脚だったという。何だったんだあれ。皆怪訝な面持ちでいたが、いくら考えてみても答えが得られるものでもない。放っておくことにして中断していた作業に戻る。しばらくしてまた下方より足音が聞こえてきた。またか、こんな夜中に。今度誰だって言うんだ。身構えている彼らの前に現れたのは、間違いなく先ほど上がっていったスーツ姿の男だった。そして先ほどと全く同じ質問をする。すいません、私と同じ顔をした男性を見かけませんでしたか？つい今しがたここを登っていかれましたよ。いやー、そうでしたか。それはどうもありがとうございました。あ、では。嬉しそうに感謝の言葉を述べてから、男は再び真っ暗な道に消えていった。とても寝るどころではなくなり騒いでいると、三度目の足音が上がってくる。おい、まさか。間を置かず全く同じ顔と格好をした三人目が現れた。すいません、私と同じ顔をした男性を見かけませんでしたか？直前の会話をそのまま繰り返し、やはり頂上へと消えていく。場所変えるぞ、どうにもここじゃ寝たくない。部長がそう決定すると、皆も慌ててテントを畳にかかる。撤収に手間取り、それから都合5回同じ男と同じ会話を繰り返してしまった。すいません、私と同じ顔をした男性を見かけませんでしたか？そんな言葉を聞き続けて、なんとかそこを後にする。結局そこからかなり離れた場所で野営し直したのだという。九段の男はもうそれ以上姿を見せなかったそうだ。三人までなら同じ人に会ったことがある。しかし五人はな。おかしなもので、三つ子だよとか、最初に会った人とは微妙に違ったよとか、なんか合理的な説明を自分にして、山を降りるまでは特に考えようとしないんだよね。脳が拒否してるというか。同行者も同じで、山を降りてから、なあ、下りで同じやつ3回見たよな、と。